やるんだよ。笑みが吹き歓喜していた。初めて出会うタイプ。ここに来て夢の影響がいささかも見て水牛並みか。その剣士だ。気は明らかな。会いたくて、お前に会いたくて。出遅れたんじゃよ。あれがジャックのパンチ。この感触、ピクルのそれは全く違う。ピクルの頭部を揺らすことはできなかった。ミスタージャックはたったツーパンチで。飛ばされたのか、あんなところまで。一目でそれとわかる。ドーピングのマックス反応しているピクル。なあ、攻め先輩。さあ、食も美酒も女も一切の道を閉ざした。人生でいい。よさの獲得を代表する。この戦いを。最古の戦い、痛みの最中聞こえたから。ゾウ、俺たちはさ、断崖ギリギリでかわした。そんな技術をこいつが見た。わかるかね。大量の砂ぼこりが起こってる。またあの音。どうやら我々が目にしている。なんと滑稽な。もう動けなかったと寝踏みした。もう動けぬどころではない。余力を持ってかわし10メートル視界に捉えることすらできなかったのだ。いつか聞いたことがある。牙反射してスピード。そういうことなのだ。いつと戦うということは奴らに全勝するということなのだ。どうしよう。ではない。そしてこの憧れたちが。バキさん、遠い昔なんてもんじゃない昔、我より小さな敵に挑まれた。原型をとどめぬそいつをさらに解体し、口の中蜜袋が破れ、その瞬間だった。衝撃、もはやそれは痛みなどという範疇ははるかに超えていた。超大型の灼熱が姿を現した。跳ね回ったような気がする。あんな姿になり果てても言葉として表現するならおおよそそんな内容か。何を恐れた。おお、あったね。まあ、ピクルがジャックに触れていたらその中指乱させた可能性大。地上最強のファックユー。とりあえずしばらくはこのままで。12時間ごとに新しいものを。悪かったの急で。いえ、やれることは全てやりました。神経に問題はありません。なかなか。あと2ですか。ご存知じゃないでしょうか。たとえ絶命したと思えても行動できる。某国の兵士が敵国の兵士を捕らえました。今まさに処刑されようとしたその時、斬首された後盛り上がったのは敵国が直ちに決行された。部下全員の前を。実はです、行獣座が生きる全てを強さに向ける彼の細胞の隅々にまで刻むでしょう。あのジャックさんが。ほらね。すまない。鈴木を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 。奴と自分の体重は巣に期待せず、そのどれもが腐らしめているものにまでも恐怖に背を向けている。自
が認められる敗北。おお、やる十分じゃろ。気持ちは理解してるつもりだ。兄弟だからではない。俺たちは生まれついての兄さん、ファイターとして終わりなんだよ。もはや信仰のレベルまで。それ以上の屈辱はまたとある。ジャックを注意深く扱った。食料としての保存を試みたのである。葬り去る。大切に扱われる。問題はその場所じゃ。ユージロー、地球防衛軍最強といえる戦士たちじゃ。ヒジ、秋にはあってあの三名にはないもの。あれは薄い。あれは血が薄い。呆れ返ったジフシンじゃ。心配するな。ヒジ、そうしめ。立っていた一人を俺が食うまで。誰かがピクルと戦うことに我慢したくない。だからダメなんだ。その時が来るまで。そうだ、彼は生きているのだから。ピクル、だってこれ生だろ。 そこまで言うなら。うまいじゃんこれ。悪いね。なんかたなっていうかさ、満腹になったピクルってさ。ピクルが T レックスを食べ尽くすまでの時間。満たされたならもう、ペイン氏はそう言っとるのだが。そういう発想も致し方ないでしょう。わずかな時間ではありましたが、ただのおしっくらです。花山とピクルのおしっくらか。ピクルはこっち側ですよ。食っても食わんでも比べっこが大好きってことです。他人ではいられない。惚れた同士が向かい合う。無事に済むわけがない。それは思いつきに過ぎなかった。あんなにも満たされていたのに。言葉を返さぬピクルまでもが。分かってくれたんだな。君は進化した。君は生まれて初めて。目にではなく誇りを守るために。お、始まったばかりです。おお、ダウンしとるじゃないか。おそらくバキさんは伝え文化としての戦い。バキさんなら伝えられるでしょう。やるかやられる。ではない。ではないんだよピクル。殺す気か。命の奪い合いまですることはないんだ。てっぺんまで行く気か。勝ってるじゃんピクル。そんな程度でいいんだよ。あ、来てたんだ。タトル、ハンマバキとはそこまでタフな戦士か。俺が精一杯。折れたい。寝転んでしまいたい。巨大な岩を支えてるようだ。いかにバキさんがタフとはいえ、よくぞ立ったままで。一見何事もなく佇んではいても、こうすることを望んでいる。ピクル、何をしている。自分は絶好のチャンス。乱暴に扱いすぎてしまったのだ。敵が空前の肉体的苦痛を上回った。祈ってんだな。来い。な、何やってんじゃピクルは。これは見るに耐えねえ。おい、安全なものなんだよこれは。みんななぜか怖がるけど、だから僕と遊ぼう。最大のウィークポイント、うん、俺が弱いから。ピクル、俺から仕掛けて。何の臭いだがしら。無茶しやがって。なんという。バキが空振りかい。気づいたはずです。まともに当てても皮一枚の打撃。まともに当てるのではなく、空振りと見まがうささやかな一戦。確かにある。稀だが確かに。しかし超高速で震えさせる。叫んで一つ。おそらくピクルの脳は予知せぬ揺れが、一つ目より二つ目、二つ目、地面が起き上がる。混乱の極みに達しているでしょう。謎の打撃を体験したばかりのピクルの目には、未だ
俺の機能は未だ2度の落下のショックから回復していない。ピクル、ここに来てそれに気づくとは、やはり君は天才だ。赤ん坊からハンマ裕次郎まで、体の末端まで脱力を極める。手足は重さを増せ。ここまで来るともう急所、なされた肉体の肌から女性の柔肌。赤ん坊とあなたではまるで痛みが違うでしょう。報道、皮膚のすべてを標的とした、あえて一種類を挙げるとするなら。ああはいはい、ピシャンってね。あのタクマンがはっきりと防御の体勢を。彼の人生では初の事態でしょう。ピクルの誇りに届いた。あの時のあのタックルです。中国武術の一種、妖装剣、灯籠剣、猿剣、優勝剣。君は忘れてはいないか、今演じた動物たちは全て、たとえそれらの動物に生まれ変わったとしても。でかいな、相当。トリケラトプス剣。己の半分にも満たないこの小さなオス、それがそれらすべて。なんでじゃ。上へ向かっている。おお、あれじゃないか。おお、あの時にはもう遅く、大怪物になり遂げていた。魔法じゃぬ。こんな怪物見たことない。来る敵番、角が一斉に。彼らの100分の1以下。こと格闘技においては素人同然。ヘイ！そう、初対決は初めて全力で走り出す直前の構えで、どこまで水平に近づけるかの歴史といえ、スターターと呼ばれるこの器具の使用により、本日ついに人類初の最速最新のスタートを実現した対戦者。だから止められたのだ。一瞬も踏みとどまれなかった。水平の地面からスタートした私の時より、ここで決着を見ると。例えるなら、極上のカレーライスをあなたがその味を丁寧に語るなら、まともに打ち飛んだのです。ピクル、文字通り宙に高く。うわ、ちょっと飛んだ。まるでハエでも追い払う。五流柔術にも合気道にもあんな方はありません。男の無造作な人払い。さすがだよ、白亜紀最強。分かっていることがある。出る力、進む力が強いほど、腹から入った弾が横っ腹から様々な影響を受けることがある。ピクルのあれは弾丸だと。だからあんな軽い動作で、プロボクシング世界ヘビー級タイトルマッチ。リストンの放った渾身の右ストレート、結果リストンの右肩は俺のテリトリーになっちまったぜ。なるほど。手品は終わりだ。ちょっとやりすぎた。ホモサピエンス同士真っ向勝負じゃない。地面を叩きつけられたようだ。本当もう強い。防いでいても急所になってしまったような。ああ、怪力といえばあの人だ。真っ向勝負、まるで神話の世界。あんなところで見物してやがるあの拳、やるんだろうな。真正面から、背中とくればこれしかない。二人とも構えはこれね。ああ、どうなっちまうんだろう。ハンマーバキならどう。8年間生きてきた地上最強。なぜだと。なんてことだ。裕次郎は母の仇ではなかったのか。そう、4年前。バカな。だけどそれはある意味、あの背中を追ってきた、あの拳に備えてきた。だからかわせろ。
触れるだけで重大な事故につながる。意にかない。はじめ、皮膚をかするようにね。マウホーの部、そう、トギウシ。最初は遊び半分。取った。その時静かに認識し、実戦空手の父と言われる高名な空手。できるだけ近く、ギリギリに、ギリギリに。通り抜けたのだ。相手の体をすり抜けたのだ。相手の後ろに回り込むことに費やした結果、回り込むを超越したのだ。一体このオスはできるか。この私にあの真似ができるか。このも無理はない。机の角に小指を強打したとき、本物の痛みが訪れるまでに与えられた衝撃の大きさから、その痛みの予測を終えている。激戦の中で刻まれた確かな記憶。来た。予想通り。しかしの小さな玉、しかし彼らは守られている。しかるに睾丸だけは精子の製造という大任を帯びているため、外出もできるわ。いや、それはない。上がるのか、そのまま沈むのか。先ほど見せたピクルのあの形相。共に震えていた。近いな。長かったこの戦い。最終形態。青龍刀のような刃物を突き斜めに整列したように。機銃掃射を受けたような楕円の傷跡。爪か、トゲか。何者が何によって作った傷を。同じ傷跡を背中に。青龍刀の正体はティラノサウルスの牙。生還した男だったのです。この高ぶり。結論に至った我々3名は、関節を組み、ピクルの最終形態。言わなきゃならねえんだよな。勝負はここからだ。最終形態。肩、肘、手首、腰の主要関節を組み替えたその姿は、まさしく異形。強肩だった部分をより強靭に作り変えた。人類は有史以来片時も休まず進化し続け、果ては核に至るまで。それを古代人ピクルが普通に屈しないハート。我々は一つまた一つ守れぬほどに。君のそばです、友情に。一撃で同じ力で迎え撃っただけの。俺たちは格闘技を手に入れた。ならば何をもって支える。技だろ。始めた記憶的な拳の握り、俺の中に生き支えている。憎しみで育まれ、悲しみでつながれて。刹那、バキは見た。そうだよな、あんたにだ。爪を押しのけるように列に、角を踏みつけジャンプ。確かにピクルを支えていた。待っとるぞ、ピクルが。こんな強敵見たことねえ。投げ出してみる、放り出してみる。最前線で俺は何をする。近づく叫ん、さばき、どうする。おなるほど、そうきたか。拳は打つのではなく、すでに打ち込まれていなければならない。動きに応じ勝手に導かれて。カウンターには2つの効果が期待できる。攻撃一色に染まった被弾を忘れた肉体への迎撃。戦う者が被弾を忘れた時、憎悪も倒すと恐れられるゴーダの持ち主がいた。テンカウントによるノックアウト勝ちが少ない。意識の隙間を縫う絶妙のコーダ。だからこそあのピクルと打ち合える。だからこそ追い詰めることができたのです。俺は固めた拳で叩きを。選ばれた俺はこうしてやった。大きさにも俺は最強の自分が追い込む。大きさの有利が効かない。力の有利が、なんという技術の生かし。古代人は電撃的な瞬間移動だ。あのピクルバキさんは追いついている。言ったろ、どこへも行かない。絶望筋力差を格闘、今や勝利も生まれてしまった悪い癖。体力勝負であることを理解した。救いがたき棒、技による勝利を拒否。結果、瞬く間に体力の差異は現れ、力
確かに感じた敗北への恐れ。長きにわたる新旧男比べ。攻撃の意思が認められぬとはいえ、自分は少し違います。小細工までする権利はない。強者に生まれ落ちた花山薫、男に生きる花山。もう立てるのか。慌てるだろうな、ペイン博士。へこんで落ち込んだ時、この辺りだとここが一番見晴らしがいい。視界を遮らないここからなら、遥か以前の大白亜の絶景が。ワシントン DC 中心街では、ホワイトハウス以外で。よく喋るな総理。はしゃぎすぎた。死を尊重し、この確かなる友好条約を全うすることを誓う。毎期の儀式、手間なことだ。炭素に10万気圧の圧力を加えると、ミスターオーガや核より強力と言われる君の。ボッシュと大して変わらねえ。あいにく人工ダイヤだがな。どうあるべきか。彼は我々現代人の好奇心の犠牲者なんです。簡単に口になさるが、元とはどこを指すのか。今目の前にある問題を未来の人々へ丸投げし、ヒカルの現在にこそ責任を持つべきだ。言葉で交わした約束ではない。国連で地球規模の議論は白熱した。全世界およそ10億人という投票の結果。ミスターペイン、感想。沈黙するしかない。戦票だけ。人類は愚かだから。ストライダム君。世界を笑い、東京へ消える。ですかい。できましたかい。テーマができた。テーマがあろう。怪獣に変わりはねえ。怪獣退治。怪獣退治、格闘技じゃねえんだ。アッパーカットに行くと見せたよな。首が出るほど退屈な喧嘩になる。バキさん。バキさんら技術者のだけ違うんだわ。俺らの勝負ってのは、どっちかが負けと認めた時が決着。手を立って見下ろして、負ける時だってある。それが俺らの言うとこ。バキさん、勉強させてもらいます。喧嘩に備えてストレッチ見せてやるよ。俺を芝千春のように。いや俺があんたならバキのように戦うがな。それが一番楽ちんけど、それじゃあ決着になる。殺されるまで。殺されたってあんたはやめた。目に俺の真似ができる。できるさ、できるに決まる。あんたに憧れてんもんね。ちゃんとやるもんでしょ。千春流、出鼻を押さえちゃダメ。伸びきってちゃダメだね。ゼロゼロを捉える。いわゆる千春流。鋼の面、千春の鋼が波の黒帯など及びもつかねえ。気持ち一つで駆け上がる。あんたの右手と左足を手にした。残る左手までも壊すことはない。そう言ったな。千春流を俺に示したい。弱点で受け切るのが。受け切ってみな。二人ともに追い詰められていた。チハルさん、弱点を武器として使用するのが。柔らかな鼻や固く頑丈な拳。負傷した右腕、狙うはそのチハル流が今追い詰めている。千葉千春は急所を狙うのが格闘技。あんたの流儀は格闘技ではない。絶対急所である。まっすぐ突き出す。目つきは高等技術だ。標的のサイズはわずか。同時に捉える難易度、俺が目で捉える。あんたはただ俺の眼球でくじいてみせる。散らかした大口、死ぬしか道はねえ。芝千春は肩、バキの目を潰す気は。だから現実はそんな暇もあった。奥義海岸、ゴキブリダッシュ。未熟なお前には、かなり打撃によって受けた。ただ待ち続けるならば、偵察与奪は敵にあって。ダメなら迎え入れ。で動く者をこちらから迎え。身を傾けろ。どんなタイミングで二度と立ち上がれない。ダメージを。ようこそ。まあいい、それもいい。俺に変わりはない。アドバイスをいただける時間ではないのか。ボクシングしか知らねえ。情けねえ話交わせるのか。どうして立ち上がれるのかが。同じこと。私がいかなる術を使う。あなたのよく知る西洋の拳法、ボクシングです。セコンドが選手。どうか助言を。あるもの。
ってるもの全てを使い切る的確な助言だ。いただこう。今一度のようにやっとできたな。マジかよ。上をひざまつかせたらダウンから起き上がるという。ボクシングは読めなくなる。大変な汗じゃないか。ただの一打も打ち込めぬ。負けてはおりません。だが勝てぬ。防ぐことしか叶わぬ。しかも回転。気をつけろ。ボクシングとは殺し。はい、オーケー。もはや上司の残好奇。これもこれも近い。ほら見る。ジュエル空中で捉えた。なんという、なんという、緊張なんだよ。上で使われるはず。封印を解く。前へ前へ。一本剣にて直角に行動を完全に停止する。すっげえよ、すっげえよ。おめえ久しぶりに死んだ。長く話せたのはあんたのおかげだ。私が使ったあの技はジャンプだ。ボルトだ。ジャンプ。この世界の頂点。ご苦労だったな、千春。勝つどころか一矢報いることすらできません。一矢報いたじゃねえ。特別っちゅうか、たまたま。はい、目です。突き出した二本指に。目じゃねえんじゃねえか。できません。潰れちゃうじゃないですか、目が。正直きついっす。芝千春ができねえこと。悔しくって言うわけじゃねえんす。潰れねえこと知ってたんじゃねえ。目に指突っ込ませた。ほら、例えば超すっごい目玉を指に向かってぶつけたとしたらですよ。指くらいならねえ、いける。どんなスピードだ。新幹線。新幹線。信じるんだ。近い。僕との対決がか。親子喧嘩。認識はあるのか。戦場生活は長い。料理くらいは作るのか。こちらが作るのかは決まってるもんじゃない。君の口からそんな言葉を聞く。君は優しくなったなどというつもりじゃねえよな。なん予感がするんだよ。ことが荒立つことは避けられんでしょう。ハンマユージロ、たくましくない、はい、地震や雷、台風をたくましいとは言わんじゃろ。そんな父親に明日にでも挑むという。何すっかわかんない親父だし、いつでも分かり合えるの。この世のすべてにまず警察衛星。違うな、どこに存在するというの。止めるか、お主の手で。そん時は頼みます。一般市民が巻き込まれぬよう。この戦い絶対に止めさせん。だからそうじゃなくて、誰に。せがれ、バキニだ。待ちわびた。丹念に育んだ種がついにはこの俺に牙を向く。気づいたら心の隅に奴がいる。確かにな。よく見る夢が。奴に手も足も出ぬよ。叶わぬゆえちょっぴり焼けるぞ。わしならやだ。あのハンマ裕次郎が相手なら、わしはほら御神体質の。ねえバキさん、無理な技量を身につけちまって。ハンマ裕次郎は腕に覚えのあるものすべての標的でした。強くなりすぎた。目標にすらなりえ。それを笑う者などどこにもおりません。勝ち目がないから避けろという無敵発散。ましてや腕比べ、それ以上でも以下でもない。負けそうだから良すものでもない。そもそも予定するものですらない。私の誤解。この世に存在する全ての、そして父親はそれを受ける義務があるべき姿じゃないかって確信。メカブにご飯と味噌汁と。やっぱり理由なんかどうだっていいんだ。この現実だけでいい。申し訳ございません。ああ、親父が会釈。そんな習慣があったのか。この人のことをちゃんと知っているのか。両親、食材となった生き、そのどれでもない。まさかの俺。なっちゃいない。漫然と口に物を運ぶな。何を食べているのかを意識しろ。命を食らう者に課せられた責任。なんてまともなことを。この人の多くを憎んだ。確かな成長を遂げた。
なの？今さら俺は自身に驚いた。この人の何を知っているというのだ。そのメカブ、最近よく食べてる。体にいいから。様々な化学物質、これも健全とは言い難い。栄養も食らう。親父が俺にまともな教育をしてくれている。親父があんなにも美しく箸を持つなんて、俺の親父はスマートに身につけている。あんな風に食べるものだった。だからこそ行ってみたい。親父、今日は洗い物をやってくんね。いただきますとごちそうさまをする。史上最強の生物ハンマ裕次郎にではない、俺の親父に気軽に声を。悪いんだけどさ、悪くねえよ。ちっとも毎日だっていいじゃねえか。食器をじゃんけんだ。じゃんけんで俺に勝ったならば食器を洗おう。敬語使ってんじゃねえ。この世には石をも断ち切るハサミがあるという。ほら、じゃねっつの。まあ普通、普通ですから。ほら、人ん家の周りをうろうろと。やんのかてめえら。マジか。明日お前を招待したい。何着てきゃいいんだ。まずいでしょう、この服装。受けたまわっております。これって。一個の値段かよ。お気に召していただけましたか。たびたびお越しに。ここで父はどんなメニュー。鹿やノガモ、イノシシなどの野生のお肉を好まれ。マネージャー、そいつは個人情報だぜ。最愛の息子様と伺っておりました。そのせがれがこのざまだ。それを18にもなろう。ヤマトオノコが嫌味か貴様。もちろん嫌味だ。正しい挨拶、正しい接し方、正しいマナー、強くあれ。それが父ハンマ裕次郎が、それは守った。その一点だけは教え通りさ。今ここでで席に。代表的な食前酒だ。あ、うまいや。俺たち親子の宴は秘仏。前菜の説明をさせていただきます。丸ごとすり身にし、シェフおすすめの一品です。外側から塩。この料理ならスプーンがいい。うまっ。すごいねこれ。うまい。魚介類ならわかるけど、俺たち親子の宴は当然のことを静かに。よろしければ何か甘いものでも。エスプレッソを大きめのマグ。親父の振る舞いはここでも見事だ。どうしてこうまでもと思えるほど。もっと苦い会話が始まった。なぜ父親が母親を手にかけた理由を知りたがる。なんで親父はお袋を殺したの。小僧、この理解力では踏み込みの丈をわきまえろ。知ることは息子としての権利。どうすれば教えてくれなあ親父。失礼いたします。どうすりゃいいのかい。ほうか。まずいでしょう。個室をお取りいただいております。どうしてこうまでもと思える。なぜ今それを聞く。聞いておきたいからだ。父親が母親を手にかけた理由を知りたがる。なんで親父はお袋を殺したの。理解力では踏み込んではならぬ領域がある。知ることは息子としての権利。どうすれば教えてなあ親父。サービスを担当した。あの光景だけは一生忘れません。我が目を疑う恐るべき光景。揺れていないのです。出来が悪いとはいえ、俺の体に手をかける意味あんなもん。穴から通用するなんて。貴様は俺との立ち合いを親子喧嘩と表現しているぞ。バキ、かしこまれ。ケツ叩いたな。待ち焦がれた父との決着。後ずさりたい、駆け出したい。父の恫喝にやってしまった。そして飛び出しながら。物が違う。悪くはない。お楽しみのところを騒がせした。出来の悪いせがれに塩球しつけを施している最中でな。父と息子、繰り返される対立の喜ばしきかな。嬉しむ。何すんの。ない、それだけはない。とは最も遠くにあるタイプ。着地の準備だ。高層ビルからの目標物への着地は可能なのか。降下回数345回はこう語る。3000メートルの高さ、60秒間で約1000メートルの移動が可能です。目標の1台への着地は車両の上に落下したことに。生きてる。
こんな時にはクッションがいい。さあ、この程度でくたばる玉か。息子の胸に去来する怪。手にしたものと失ったもの、息子の胸に勝手に出現したイメージは、さらされ続けた巨岩、厚さ1センチのゴムをかぶせた、一瞬に詰め込まれた大量のイメージ。こぞっこの分際でこの裕次郎に手心を加えたそのツケあるのか。手加減する資格貴様にあるのか。答えろ。痛えだろバカ。急所はバックスピン。狙わないとメージを狙わないと。およそ1500日ぶりに父のまともな。すぐにです。頭はたとえボンクラでもかつては女子供の技と貶めたものだ。こういう時には都合がいい。どんなだ、ハンマユージロの弁だ。どんなだ。バキがここに受け覚悟へ費やすしかない。気をつけだな。鍛え練り上げたはずの肉体、まるで鋼の鞭、防ぎきれるものではない。痛がりやがれ、痛がりやがれ、痛がりやがれ、痛がりやがれ。防火の強。少年が驚くのも無理もなかった。むき身になったかのような音は単純明確。右手を叩いた痛みが左手を叩くことで軽減するよう、拳全力で握り同じ力で縮め、せ閉じねじりに戻しを拮抗させ、5体全ての筋繊維を一気に、皮膚の痛みを分散、無表情をキープしていた。痛くないのか。いかに出来の悪い頭にも多少なりとも理解できた。親の仇のつもりで来い。言われなくてもそうするさ。今宵初めてのファイト。開始から拳、俺は構えてしまう。己の全存在をかけて。安心しなさい、周辺住民、ホテルの宿泊客、大ガナだ。建物ごと破壊して。すげえ、嘘がバレてる。その侮辱に対して俺もまた手心を加える。目の前にいるのはおびただしい戦火に彩られた強さの結晶。父さんに実力見せてくれよ。嘘がバレてる。その侮辱に対して俺もまた手心を加える。本当の俺を見せないと。もういい加減によ。父さんに実力見せてくれ。本気で。イエスいてるぞバキ、早く出しちまえ。やっぱりな、バレないはずがない。成長、あらゆる全てを見透かした。筋肉、関節の全て、内臓、体内の水分、そして初めて実現する、あの生物、黒が初速。たまらねえ、抱きしめてやりてえ。止めるな、緩めて。脱力を超えた脱力、潜在意識下にもはや少年の意識、さらにイメージは液化から機械へ脱。今マックスをスタートに実現。あなたの息子が編み出す、ゴキブリタックル。裸足のまま闇の修行では、ここで覚えた暗号へ期待、叱るのちに緊張へと敵対を大きく上、過去を脱力トイルにすらも到達できぬ。どこで覚えた、誰に習った、死は秋よ、良き死を持った
不覚を。ここは一つ引いてはもらえない。血迷うのかよ。ここに少年が観光した三連覇。未だダッシュの誇り消え去らぬ心あたりからであった。なるほど、俺が教えたことだ。双方の合意のもと初めて迎え撃つより他手がない。より出血するのはいつ以来のこと。自力で解決せねばな。撃たせてもらったのか。行くしかねえわ。埋めて溶けて動けてない。この俺を相手取る。中国拳法家として名を馳せる達人。あそこから飛んだのか。己の無力への落胆。親子喧嘩どころではない。だった優秀なセコンドが闘志を煽り止血した実例すらある。なえる。よかったなバキ親父、他にはいねえんだぞ。オンに切るぞ。血のなせる技、スポーツ格闘技では。そうか、来てるんだ。だったら見せなきゃな、君の目なら。この優れた小経験の使い手、真似た獣。ギャラリーはマザマザとミックスの最大のライバル。その姿を、この親子、この物目が、この親子喧嘩を見下ろす視力。遠いところから俺が連れてきた T-Rex のライバル。少年の動きに怯え、古代の闘争心を思わ、その場にいるもの全てに共有させ、そのフォームに備わる重さを余すところなく思い知らせ、神がかり的洞察力を持つ父の目。巨像に込められた思いだけが少年期から折りに思いを馳せた。5度や6度じゃない。夢はそのままに。使用されなかった。確かにな、アマツさえ車両を横転させるその体力、原始の旅力を堪能した。さて、小経験なる者の理想、貴様に教えよう。急なれば所詮はモノマネ。何を見せてくれるんだ。父は揶揄する。何から取り入れる。バカ、適当に決まってんじゃん。さっき見た光の形じゃん。間違っちゃいねえよ。虚空に向けて放つ、見えない奴が宙を、俺を回し、見えない奴が周囲に放たれる。それは実体を伴い、はっきりとしか、この言葉は嘘ではなかった。半馬裕次郎自ら演じる裕次郎剣、自然で本人が本人を真似る。どうだった。半馬裕次郎並みの硬い拳を持つ。裕次郎並みの速さを。半馬裕次郎演じる半馬裕次郎。けど親父、それは見た目じゃない。見た目じゃない。知らなきゃ教えなきゃ、ね、型の目的地は。こいつはいつ以来のダウン。一体何が起こってるんだ。父ちゃんの方、我が子バキこそが最良の。貴様がこの引き出しを持っていたとはな。この後に脳が命じ動き出すまでの。よくやった。撫でてやる。来なさい。バカバカしい。遠慮するな。息子の手柄を褒めるのは当然だ。これって、来なさい。今さ、撫でる。何よりあの手の形、撫でるしかない形。なーに。お前は褒められて当然だ。喧嘩だぜ。だからなんだ。少年の鎖骨、痛みながらも手放したくないもの。痛み、父親から褒められるという当たり前、
抜け落ちたまま過ぎ去った18年だった。ジョージあまりに不慣れすぎていた。撫でてやるとかよ。いやっと。あんなにも固く握られていた父の拳が。どうでもいい。騙されてもいい。かけがえのない時だから。どっちが強いかの比べ合いだから。よく言った。強さの本質を実感させる。びくともしない。撫でることを望む。実にわかりやすい。撫でてやる。はしゃいでやらないたずらしおって首になる。底の底から詐欺しとけ。世話の焼ける殺傷するも自由、条件に左右されぬ力、それが強さの最小体。己に勝つ力、意志を通せぬ者たちの必要者の言い訳。強さそれ自体は、強き者は耐えぬ。己に勝つその必要すらない。食わせる、排除すべき不純。強さそれ自体は、強き者は耐えぬ。己に勝つその必要すらない。食わせる、排除すべき不純。父の意志、子は痛みによるメッセージを教育として実感する。多少は楽しめた。推定終わるか。なんという夜だ。幾度も思った。このやきもち焼きが。関係ねえんだよ、てめえは。噛んでろ。叱られた。壊れるはずがなかった。絶対ぶち折られ。1億4550万年。お見苦しいところを。現れなきゃ終わっていたぞ。近代初のトリガー。来ることは知っていた。事前に察知した息子はさらなる事前に察知。 A が攻撃を決断。その決断の 0.5 秒前に B が、さらに B は、さらに。どこまで続く迎撃の。勘弁して。よう挑んで勝てるな。それができない以上、探すしかない。弱者として生を受けた以上、勘弁してほしい。 0.5 秒前、付き合おう。バッケン、かつてのガンマン同士、そうしたように。俺がこのアホゲームを終わらせる。やってみよう。人は例外なく発する。間もなく訪れるはず。抜刀の瞬間を待つ。今の直後に来る。血のつながった父と子が。なんじゃ。決断の前の 0.5 秒な。俺が教える。慌ただしいものではない。攻撃を繰り出す5秒。は？指を折り曲げ放たれる。数が全く。外なる準備。ちょっと待ってよ、まだ返事してねえじゃん。どんなゲームだ。2、1。今最速のバッケン。ゼロコンマより速く。結果、少年の肉体が選んだ最速は、手をポケットから引っこ抜かず、主剣の位置はそのままに。身を沈めることにより抜剣した。塚を床に設置したまま。息子バキからの今宵最大のプレゼント、その名も子王。あんなクラシックの歌手バーキメ。膝の下にある。確かに俺の下にある。等身大の胴。油断が過ぎるっつーの。舐めすぎだっつーの。聞こえてるかい。何をしてくるかと思え。なセリフもこの体勢からはいい。このまま終わる気じゃねえだろうな。逆転してみる。後ろってもんだろうが。次のちゃいけねえ。オーケー。持ち上げたところで、もう右手で何ができると言うんだ。ジェリーや寒天の上で戦ったなら。いかにも俺らしい。この勝負いいんすか。始まって結構経ちますが。何かだ。ニュースとかで騒いでますし。人様んちの親子喧嘩が見たいです。俺も。どうだいみんな、ハンマーバキがしょんべん漏らすほど強えんだ。簡単に泣き、簡単に漏らす。漏らすし、
騙すんだな、サラカイ。勝ちを拾う、漏らそう。なんだ、着地。さすが親父。よし、顔が優しい。こんな顔もできる。前のうちに眠る遺伝子をな。ハンマの DNA。 いよいよだ、終わらせる気だ。退屈で埋め尽くされた俺の生涯、やはり我が子だけだった。泣かせやがった、クレイジー。良き夜をありがとう。不吉なもの、魔物を描いたものだろうが、なぜ背中なのだろうね。解剖学的。戦争、沖縄戦による沖縄上陸開始から9月7日、周囲1キロメートルにも満たない、延べにして実に1000トンを超える弾、そんな重爆撃を日本軍に。ハンマ雄一郎、ただ一人に対してじゃ、変わるほどの攻撃を加え、遺体として運ぶはずだった日本人。あの戦艦ヤマトです。次のモンキーになんてざま。若き将校たちはその言葉を飲み込んだと。威信の問題なのだ。原子力爆弾の使用許可を申請した。作戦中止を命じられた。そのようにした隊員たちが目にしたこの出来事、甲板でくつろいでいた悠々と立ち去ろうと凶悪極まる鬼の姿を、3ミリを誇る機関愛を押し付けられたのか。一体どんな怪物だったのではない。鬼は身を隠していたのだ。凄まじさが分かる。ものの数分で全アメリカに勝ったと。どういう技なのでしょう。ドレスと消えやがる。懐かしい面を見て思い出しちまった。親父の得意技だ。俺と父雄一郎は全くの別人、人生観。そんな親父だが、俺が誇りたくなる技がこの技をマリーンどもはこう呼んだ。ドレス。忍者く、予想とでもしておこう。される側には一体何が見える。超高速で入れ替わる映像は、未体験な遠心力は耳、目、それらの穴を。地面が、人が、赤い、赤い。航空業界でいう、いわゆるレッドアウト。その危険度はまるで、地とこの半径100メートル、ほぼ無人と化した。前後、左右、上下、粒子というわけかい。とてもじゃないが真似できない。道具のように巧みに扱うことは。そうだよ。ヌンチャクはただ武器。この後、聞こえてるか。聞こえててもいい。守れ、ハンマーを名乗るなら。叩かれし車、半回転数。舐めてはいけない。ハンマーバリアーティフ、なんという信頼関係。持って、こいつらを相手に守りきって、タイヤにどれもこなしている。事前に透かし、こんな目に遭いながら俺は回復しつつある。おいおい、散歩にでも出かけるか。お礼と言っちゃなんだけど、どうか受け取ってよ。もらってばっかじゃさ。
お侍？叩きつけられない。一つずつ。本当はもう少しかっこよくなるはずだったんだけどね。叩きつけながら気づいた。来るはずの、この手に伝わるはずの衝撃が。こいつは仕掛けてる。我が身を守りきったという。手足がどうもね。もらってばかりじゃ。の通りだよ。父からの勝利。そりゃもう退屈だ。せえってやつだったか。あっちからもこっちからも集まっちまった。いい面構えの5名だった。ああいうのってわかるよ。いつしか頂へ踏み出せる道がない。歩み出したさ。わかんねえだろお前たち。わかんねえだろお前たち。強さもどうコストよ。名声地位強すぎちまって俺は手こずれねえ。なあバキオ、親子ってのはいいものだ。水いらず親であり堪能するなあ。何がなあだか知らんけど、思った以上に俺たちはつながっている。俺は正真正銘努力しても努力だから。親父の面倒は俺が見る。親子だから。いいパンチだ。金を貫かれる。親父退屈しておる。退屈を嫌い。地球の裏側アスリート大型銃武器闇社会国家権力。その通りだ。さまよい探し続けた。着いた我が家どころか俺の一部だった。親父、幼児がおもちゃを手に入れたときどうなると思う？夢中になって遊ぶ。最後は壊しちまう。なんで？史上最強の。テレビでもネットでも大騒ぎ。一つ叩いてはペラペラ。勝負じゃないよこんなの。ただしこれは勝負ではある。イチャイチャもするさ。親子だからこそできる遊びがある。親父だから使用した。繰り出す技術そのどれもが兵器並みだ。戦うなんてやめて。殺しちゃうくらいな。あるいは理解しがたい。積み上げ続けた痛みがはっきり。俺にとって親父、親父にとっての俺は、そんなわがままが唯一無二の存在なんだ。父と子が繰り広げる欲しいまでの超人技。いただき高純度に濃縮された強さそのものなのだ。食らっても食らい尽くせぬ女である。せがれがお前を食らい尽くしたのか。バキは強くなった。礼を言われても困ります。女がいつまでもいる場所じゃない。隠れてねえと怪我するぞ。少年も父親もいた。終わりが近い。ビル街を埋め尽くす人、この目で見てみたい。だ野生を、まあ、学歴を手に入れ、一体何を失ったのか。この肉の削り合い、家庭内不和、親を持つ子、この親子喧嘩、これって融和だろ。世の全ての親子、お手本とすべき親子関係だろ。こんな風に触れるのは初めてだ。なんて夜だ。培われた全てを、全てを受け止めてくれた。おまけにこんなサプライズまで。ああはあって。言いにくい。それぞれがそれぞれに宴の終わりを予感し、そろそろだ。思い残すことはない。いかんな。俺とてつらい。続けたいのだ。全てに終わり。見たまえ君たち、壮大な一大絵巻なのだ。この横顔はひょっとして、この向き合っているリトル父親と息子だろう。この父親の背後にある、一見部下に見えるこれらの父親デビルを称える存在。大将、これ以上は進めません。ここでいい。聞こえぬまま聞け。今からなすこと始まりでもない。これをもって締めとする。これをもって終わりとする。小指からこう、
この世で一番優れた。そして言わずもがな、槍となる。まずはハンマーの作り方。小指から、ここからは先ほどと仕上げは親指で。何を握った？力だ。掴んだ力を打ち込む。人類最古にして最良の。折りたたんだ指は力を抜き、構えにはこだわるな。忘れぬものだ。初めて親父がくれた知識。防御の一切を忘れろ。打ち込むことだけ。その体質、己の全存在を乗せた通用する。乗る必要すら比べてな。そういうもんだぜ。今宵二人が放った。防御を金繰り捨て、男比べ。見えねえよ。あれが王が。あれ外国人増えてねえ。王家と正面からぶん殴る。ハンマユージローとぶん殴り合ってます。焼ける。いや、ここでいい。だよな。その時こそが弱き民。弱き民の前に立つ。いつの時も彼ら弱き者の前には強き兵士たちがいる。悪もない、力のみ。巨大国家は王がと呼びの陰に身を隠し、追い詰められる弱き民たちは兄弟国家にとっての最大の脅威。天使のように愛し、少しずつ大きさを縮めて、終わりの近づいた脳裏に刻み込み。息子の拳は父の拳、領有の拳、領の足は可能地点を踏み。もテレビカメラを全国のお茶の間へ。見てるかい、俺はこの立ち合い。切れ目を入れられる刀。ハンマユージロー会心の策。できたぞ。そんな時間か。空前絶後の。こんなものしかねえ。よしやがれば。断乱じゃねえか。いいのか、こんな場所で。膝崩せ。違う、前から思っていたことだが。料亭じゃあるまいし、うまい。ちょっとしょっぱい。味噌汁の味一つ分かる。じゃあ食してみたらいいじゃん。くだらん、水ほどの味もない。救われたな。思い当たる節がある。認めた。しょっぱいんだ。認めるのが嫌で。嘘だ。俺の動揺を察したお前が。強さの最小単位とは、わがままを通す力。地上最強を炊事場へ立たせ。ここに地上最強。バキの最強を認めた。決着の際、どちらが高みに立とう。部の標高が上に。親父の言葉だ。あの時俺は殺されていた。争えない事実、俺の負けです。聴覚を失ったまま。認めた。地上最強。最強を手放した父。勝負あり。己にとっての最大を最大。いい気なもんだ。地上最強のここに終了。